皆さんこんにちは、小西良生です。今回6月の5日に僕のファーストフォトブック66が発売になります。こちらはですね、ベトナムはホーチミンに行って撮影をしました。とても情熱的な国で、その熱い思いが写真集に入っていると思います。この作品はですね、最初の旅の始まりから終わりまでが、そのストーリーというか、まあお話はないんですけど、電車に乗って熱い国に着いて、そこで降りて情熱的なものを感じて、いろんなところにフラッといったような、そんな、ロードムービー的な作品になってますので、ぜひそういうストーリーの部分も楽しんで見ていただけたらなと思います。ぜひ買ってください。それでは小西良生でした。